はい、こんにちは、マックスです。今日はこれからアクセルと一緒に、夕飯のおかずを買いに、お弁当ですね、お弁当を買いに、駅の方へ向かいたいと思います。はい、そしてね、まあ弁当を買いに行く程度だったら、別にカメラを持ち出すことはまあないんですけれど、ちょっと今日どうしてもねリベンジしたい点がありまして、今使用しているこのカメラ、インスタ360 Ace Pro なんですが、こちらの画像が、若干解像度が悪いんじゃないかということで、まあいろいろですね設定を今回変えて、試しています。そしてまずね、一番はですね、先日ファームウェアアップデートで、更新されました、ライカカラーですね、ライカナチュラル、ライカビビット、まあ、あちらにするとですね、ご存知の方はあれですけど、ライカのレンズっていうのは、オールドレンズっぽいところもあって、ソフトな写りがいいということで、定評があるレンズなんで、それを採用したということで、そんな感じでっていうふうに、映像を作り出すということで、解像感が落ちてるんじゃないかなと、いうことでですね、今日はカラープロファイルを、アーバン2、というものにしています。で、この色味を変えたからといって、もしかしたらその解像感がね上がるというわけで、元に戻るっていう感じですかね、ではなくて、もしかしたら自分が思うところは手ブレ補正ですね。手ブレ補正が微妙に、甘くて、映像がちょっとね滲んだような感じになって、解像度が落ちてるんじゃないかなと思っているので、こういう形で、ピタッと止めて、手ブレ補正がね、必要ない状況であれば映像はいいんですが、こう一歩動かすと手ブレ補正が作動して、その作動が若干甘いんじゃないかというふうに感じています。とりあえずですね、こればっかはいろいろ検証してみないとわからないので、今日は、このスタイル、カラーがアーバン2、ということと画角が、広めのやつですね、ウルトラというものを使ってます。普段はデワープを使っておりました。今日はこれで、動画の方をちょっと撮影していきたいと思います。それとですね、先日車載動画を撮った時に、これもうちょっとなんかおかしかったんですけれど、空がね完全に白飛びしちゃってるんですよね。それはND フィルターとかね、つけずに、シャッタースピードを50分の1に設定していたので、どうしてもね、明るいところはね白飛びしちゃってたんですが、それを避けるため今日はシャッタースピードもオートにしてます。今画面で見る限りは一応雲がね、映っているので、大丈夫じゃないかなと思うんですけど、先日のちょっと車載動画はね失敗したなと思いました。はい、非常にね色味のいい、アクションカムということで、とても気に入っているので、これをなんとかね使いこなしたいっていうのが、今の心境で、今日こうやってカメラを持ち出してまいりました。はい、駅の近くまで歩いてまいりました。よいしょ。昼間散歩させるのはねアクセルには酷ですけれど、今日はね若干涼しいからいいかなと思ったんですけど、やっぱまだ暑いですね。
さあ地元の駅ということもあって、今、通いの自分の散髪屋さんに会って少し、話し込んでいました。小さなワンちゃんが欲しいということで、今アクセルを見せてて、ね、このサイズならいいわよねなんていう話をしてたんですが、飼うの大変って聞かれて、まあ大変だけれど、まあ、それ以上に得るものはあるというふうにお答えをしておきましたが、まあアクセルがねこうやって一緒に散歩ができることもいいことですし、非常に、いいですよね。さあ、ぜひご利用ください。商店街、駅のもう目の前が駅ですね、まで、来まして、人通りも多くなってきました。そして皆さんやっぱマスクの着用率は低いということで、大丈夫なんでしょうかね。さあ今日自分の夕飯は、新宿とんかつサボテンの、お弁当にする予定です。さてどれにしようかな。お弁当にしましょう。いやすみません、特選柔らかヒレカツ弁当一つください。はい、はい。さあ今日はね、移動時間も短いため、しっかり撮影をしていかないと撮れ高がないと、いうことで、今手持ちにね、買いました。手で持って歩いております。まあ先ほども申し上げた通り、やはり手ぶれがね、解像度の画質低下に、影響があるんじゃないかということで、まあ、なるべく手がね、ガタガタしないように持って歩いております。よいしょ。そしてね、今モニターを見てるんですけど、やはり色味がですね、温かみのあるということで、やっぱ暖色系にねすごい振られてるのがわかるなと、普段より、見た目よりねすごい、赤が強めに出てるなって感じがします。さあなんとかいろいろ喋りながら、場をつないでおりますが、映像の方どんな感じですかね。よいしょ。ああこれだったらね、シャッタースピードをやっぱりオートにしたら、やっぱりだいぶ上がったと思うんですよね。シャッタースピード SS50 だと、だいぶ空が白飛びしちゃってたんですけど、まあとにかく、基礎に戻るということで、基本に戻るということで、オートで撮影してますので、白い雲がね、左から右へぐっとね大きく移動しているのが、モニター上でも確認できます。よいしょ。いや疲れました。横断歩道ダッシュをしたら疲れました。まあこれに、インスタ360 Ace Pro、まあ、対抗馬として、DJI、オズモアクション4かなが相当すると思う、が相当すると思うんですけれど、アクション5がね、出るということで、まあそちらを出てくるのがねちょっと楽しみにしているんですが、まあ自分的にはですね、インスタ360、要はインスタで、アクションカムは通していきたいなと思ってるんですけど、まあもちろんオズモポケット3は持っているんですが、アクションカムはインスタ360、エースプロ、インスタ360、GO3S と、この2台体制でね、使っていきたいなというのはね、あるんですよね。
まあ一番優先されるのはやっぱり色味ということで、ただね、まあちょっと今回非常に、ショックだったのがね、やっぱちょっと改造感に劣るというところで、まあそこはなんとか治らないかなと、何かそれを作っている原因がねマニュアル設定であるなら、そこを解消したいなと思って、昨日一昨日あたりからずっとね頭を悩めている、悩ませているかなんですけれど、まあアクションカムだからっていうふうにね割り切ればまあその辺はいいんですけれど、どうしてもね、映像で画面で見る限り、あれちょっと画質悪くないかなっていうのが気になっちゃうねところがあるんですよね。まあ普段フルサイズで、動画を撮ってたりするんで、まあどうしてもね目が肥えてしまったりとかいうのがあるのかもしれません。うわ風切り音大丈夫かな。まあそういうこともあって、手軽にねこうやってアクセルを散歩させながら撮れるカメラということで、本当にねこういう小さいカメラ便利なんで、まあこれからね、運用を外すというふうには考えてないですが、できる改善はね、していきたいなと思ってます。はい、そんなことで、今日はインスタ360 Ace Pro、こちらの解像度が、まあ、ちょっといまいちというところを、何か改善策がないかということで、ちょっと検証を兼ねて、試してみました。はい、短い動画になりますがここまでお付き合いいただきありがとうございました。はい、それで、一応映像の確認ということで、果たしてどれぐらいね、解像度が落ちているのかということで、今こちらの看板を、カメラに映像に収めて、後でねちょっとこう拡大してね、どのぐらい、潰れたりざらつきがあるのかなというのを確かめてみようと、今手で、しっかり持って、映像を撮っております。はい、あとそれと近接撮影ですね、これがやはり Ace Pro、一番、気になる、ウィークポイントかなと思うんですが、一応40センチということで、今これぐらい手のひらをねぐっと伸ばした状態ですんで、多分これで35センチぐらいあると思うんですが、ここからずっと寄っていくとちょっとね花びらが揺れちゃっているんで、見づらいかもしれませんが、今これで、10センチぐらいです。もうこの辺になるとね多分ダメだと思うんですが、まあなんか手に持ってこう見せる場合に、ちょっとね40センチは遠いかなというふうに思います。